はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日はこちら、オーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい。すごい色でしょ？今回はね、じゃーん。皮を送っていただいての制作となりました。ちょっとね、自分も初めて触るんですが、ハバナっていう皮だそうです。すごい表情です。正直ね、初めパッと見た時、この皮すかっていう感じだったんですが、それでもね、作品として仕立てていくとね、非常にかっこいい感じの表情となっております。新刀紙の皮ですね。ベースが赤。で、まあちょっとこういうね、ランダムに、手染めで黒い色をのせてるような感じの革ですね。かっこいいですよ、ハバナ。はい、じゃあ早速ね、ちょっと見ていきましょう。よいしょ。まあ、こちらのね、常連様はもうミニマンウォレットもすでにお持ちなんですが、まあ、今回この革で新しいミニマンウォレットってことで、はい。以上、こんな感じですね。はい。外装の方はね、バックポケットなしとなっております。で、今回は、刺繍糸の真鍮金具、フロントのね、刻印も入っております。で、ちょっとね、このハバナっていう皮がね、2.3 ミリぐらいの厚みがあるんですが、ちょっと柔らかかったので、内装の方はね、裏張りさせていただきました。内装はオール湘南タシとなっております。で、小銭入れと外装の方は隠しボタン。こんな感じね。こんな感じ。で、刻印箇所は3箇所。カードスリットと、この中の札仕切り。で、さっき見たフロント。この3箇所となっております。こんな感じでね、完成いたしました。そうだ。やっぱりね、このハバナっていう皮がね、非常にいい皮なので、コバの方もね、すごい綺麗に、仕立てられております。もう現状ね、まあ、ツルツルで、ピントがいつも合わない。こんな感じ？もう光るまで。磨き込んであります。こんな感じ。ピントが合わない。はい、こんな感じですね。すごいですよね、この表情。かっこいいです。どこで売ってんだろう。はい、一応ね、こんな感じで、完成いたしましたので、ぜひね、動画の方でご確認お願いいたします。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。